明石雅夫の音楽講座は何日か動画を投稿してきましたけども、今回はその人たちからいただいたコメントにお答えしようかなと思います。その前にですね、僕の動画、まあもう過去の動画全てに関してそうで、で、まあ、今回の場合はいろいろお話をしているので、本当に30秒とかなんか15秒とか何でもいいんで、なんか気になったところとかを自由に切って皆さん勝手に配信してください。ひろゆきとかがよくやってるパターンなんですけども、僕もだからそうやって短くして TikTok とかにあげようかなと思ってるんですけども、一回編集したものをもう一回見るのめんどくさいんでめんどくさいっていうのかな、一回編集したいとか、例えば僕は自分でレコーディングしたものとかもう一回聞く習慣がないんで、それと同じ感じだと思うんですけども、ぜひそれをお願いしたいなと思います。なんで今回とかは全部のコメントを一個ずつ答えるんで、それ全部切ってもらって、勝手にだから自分が答えてもらったやつを答えてくれたって喜んでバーってアップしてもいいし、まあその時になんか適当に音楽レッスンとか明石雅夫とかなんか元ビズアレンジャーとかなんか適当にハッシュタグ入れていただけると結構伸びるのかもしれません。まだちょっとハッシュタグとかも全然試してないんで、今までハッシュタグとか何もほとんどせずにここまで来れてるってのは本当皆様のおかげなんですけども、まあ、そんな感じで一番最初っていうか今回の一番最初の動画、発声練習別にしなくて大丈夫だって話のそのコメントからお答えというか、まあいろいろお話をしようかなと。まあありがとうございますとかなんかそういうのだ、まあありがとうございますだけなんですけども、まずはだから和幸富田さんの質問です。作詞家希望者ってどこで目をつけてもらうのでしょうか。オーディションを受ける業界人と知り合ってみてもらう、今と昔では違うのですね。違うんでしょうね。ひろゆきを真似して、これ読むときものすごくひろゆきものすごく早く読みますからねなんか僕聞き取れないぐらいなんで、なんでまあ僕はテキストでここに入れようかなって思ってますけども、で作詞家希望者ですよね。で目をつけてもらおうっていうのは、まあ、基本ずっと話をしてる感じなんですけども、その作詞家を探してる人がどういう風になってるのかっていう、その探してる人の気持ちを考えるのが一番で、まあ、それビジネスの全ての基本なんですけども、でそうすると今の場合は、まあ、昔の話からするとですね、まあ、オーディションを受けるっていうのももちろんあったし、業界人と知り合ってみてもらうっていうのも全然ありなんで、例えば僕が今教えてる専属音楽大学のロック&ポップスコースとかだと、そこの先生たちにいい歌詞書く人いませんかとかっていう風に声がかかったりとかして、でそこで先生がでこういう風な歌詞集めてるけどもとかっていうと、それがだから学生に作詞家やりたいって人にはそうやって発注されたりとかはしますけども、それ 2,3 回提出しないともう二度とそのメール来なくなるんで、まあそういう風な業界を使うってそういう風なことです。昔はそんな感じなんですよね。昔はそのオーディションを受ける業界人と知り合って見てもらうって、だからどうやって知り合いになれるかっていう風な問題だったりとかあるんですけども、今の場合はもう間違いなくだから YouTube にアップするっていうのが一番良くて、ただ作詞だけとかだと、ね、YouTube にアップしてもね、 YouTube っていうのは基本動画と音がメインなんで、テキストっていうのになると、まあ例えばなんかブログみたいな感じでそういう風な歌詞をいっぱい上げるサイト、みんなで歌詞上げまくってるサイトとかないんですかね、なんかね。まああとはだから曲を作る人とか歌う人とかも見つけて、まあチームになってっていうパターン、まあそれが一番いいかなと思うんですけど、またそれをね、きっと YouTube でだから曲作ってるけど歌詞がないんですみたいな人もいると思うんですよね。世の中そういう人いっぱいいるんで、だその辺をうまくだからマッチングするやつとかがあればいいかなと思うんですよね。ぜひだから僕の今この動画とか見てる方とかだと、曲作ってるけど歌詞書けないみたいな人がいると思うんで、まあその人はなんかここに書いていただくなり、なんかまあ今日のやつこれのコメント欄に入れていただいてもいいですし、そんな感じでやればいいのかなと思います。はい。